はい、続いて32ですね。まず問題文、何を聞かれているのかというのを確認していきます。 What does Brian say he will do on February 6th？ 選択肢ありますけど、これは後で見ていきます。What does Brian say で、ブライアンは何と言ってるか、何と言うかですね。何についてかというと、He will do、彼がすることですね。これいつかっていうと、2月の6日に、彼が何をするのかっていうのを、意識して読んでいきますと。結構難しくなってきましたね。take 人、ブラブラブラ、hours to do で、人が to do するのに、何時間かかるという意味になりますと。本文では take me 6 hours to drive to your town って使われてて、人、私が、6 hours かかります、take しますと。これ何のためにかというと、to drive、ドライブするのに。どこまでかというと、to your town、あなたの街までドライブするのに、6時間かかるよという意味ですね。で、あと、塊、the day before the interview。で、the interview の前日っていう意味になりますね。あと、the day after とかね、その日の翌日っていう意味になったりもします。で、本文ですけど、It will take me 6 hours to drive to your town, so I think it would be good idea to arrive the day before the interview and return home the day after. It will take me 6 hours で、私が6時間かかるでしょうと、will、未来形ですね。何するのにかというと、to drive to your town、ドライブするのに。どこまでかというと、あなたの街までドライブするのに6時間かかるですよと。だから、I think、私思うんですと、というふうに思うのかというと、It would be a good idea。それっていうのは、good idea だと思うんですよと。何が good idea なのかというと、to arrive、到着するんですね。こういつ到着するのかというと、the day before the interview。インタビューの前日に到着するのがいいアイデアだと思うんです。そして、return home、家に帰るんですね。こういつかというと、the day after。そのジョブインタビューの次の日に帰る。これっていうのがすごいいいアイデアだと思うんですよって言ってるんですね。で、I was going to stay in a cheap hotel と。この was going to stay で、stay する予定だったんですと。どこに stay するのかというと、安いホテルに、stay する予定だったんですけど、どうなのかというと、次ですね。let はさせるですね。let 人 do で、人になんとかさせる。で、例えば、You let me stay at your place で、あなたは、私に、stay、させますと。どこに stay させるのかというと、at your place、あなたの家に、いさせる、stay させる、泊まらせるみたいな意味ですね。で、本文では、ここに might が入ってて、You might let me stay at your place となって、かもしれないと。あなたは、私に stay、泊まらせるかもしれない。どこにかっていうと、アチオプラシアナと家にという、意味になっていますと。で、本文。However, mom said I should send you an email because she thinks that you might let me stay at your place と。しかしながら、私の母が、言ったんですと。どんな風に言ったかっていうと、ここでざっと省略でどんな風に言ったかというと、I should send、送るべきだと。あなたに。何をかというと、E メールを送るべきだと。なぜかというと、because she think。お母さんですね。お母さんがこう思ったからです。で、どんな風に思ったのかというのは、ざっと言い方の内容で、You might let me stay at your place。さっきやったやつですね。あなたは、かもしれないと。私を stay させるかもしれない。at your place。あなたの家にということですね。で、would that be okay？ それって大丈夫ですか？止めてくれますか？ということですね。次、My interview is on February 7th at 10 a.m., so I would like to go to your house on February 6th。私のインタビューっていうのがいつかっていうと、2月の7日の10時なので、I would like なんとかしたいですね。go to、 あなたの家に行きたいんです。いつかっていうと、2月の6日に、前日に行きたいんですっていうことですね。で、以上の内容を踏まえて、32の選択肢1から見ていきますと。1番が、spend the night at a cheap hotel と。spend が、費やすとかね、そういう意味なんですけど、spend the night で、夜を費やす、夜を過ごすみたいな意味ですね。これどこで過ごすのかというと、at a cheap hotel、安いホテルに泊まるっていうことですね。ただこれは、最初の計画であって、最終的には違うことをするって言っていたので、これは、×になりますと。2番、
Send another email to his aunt、まあ、送ると。何をかというと、another email。別の E メールを送るんだと。誰にかというと、まあ、おばのジュリーに、ということなんですけど、そういった話は出てきてなかったので、これは×になりますと。で、someone が have an interview in another town と。have interview で、まあ、インタビューの予定がありますと。で、これどこでかっていうと、in another town、まあ、別の町で、ジョブインタビューがあるって言ってるんですけど、それでまあ別の町とかそういった話も出てきてなかったので、これまあ×ですと。で、4番が travel to his aunt's town by cart、まあトラベルします。どこへかっていうと、to his、おばの町ですね。住んでる町。これ何で行くのかというと、by car、車で行くんだですね。これがまあまさに書かれていたので、これが正解となりますと。